客様の三大の悩みが多分、顔が小さくなりたいっていうのと、髪が硬い人がやっぱり柔らかくなりたい、ボリュームを抑えたいっていうのと、髪がぺたんこで細い人がボリュームを出したいっていうのと、多分張り腰を出したい、ふんわりさせたいっていうのが多分、この悩みが多分お客さんのもう8割9割を占める悩みなので、その悩みはやっぱり解決できるやっぱりアイテムがあるとよりいいんじゃないかなっていう。あとは本当にこう髪がこう健康になるとか、細かった毛が太くなるとか、そういったやっぱりピーポイントでこういける商材があると、もっともっとこうサロンとしての店舗の活性化にはつながるなというのは感じます。あまりこう表面にレイヤーがそんなに入ってないので、下に重みが出るやっぱりスタイルが今流行ってるんですけど、やっぱり細毛でこう少し難毛の方っていうのはどっちかというとやっぱ下に広がってしまって、やっぱり鉢回りからトップにボリュームが出ないっていうのが多分彼女の悩みですね。ケラブローという商品を使って、少し毛先のまとまりとしっかりとした張り腰プラスボリュームのリフトアップっていうところを少しちょっと皆さんに見てもらおうかなと思います。だいたい 3,40 センチ離したところから毛先中心に、アラバのコームで少し溶かしていただきます。これがまずまあ一番もう乾かす前の一番のポイントになってきますね。スプレーでシュッシュとやって、であとは普通にいつも通りに乾かしてくださいというようなニュアンスを伝えると、お客様にも使いやすいかなと思います。7割ぐらい乾かしてからブラシを入れます。根元の方ですね、もちろん毛先もつけるんですけど、根元の方にパートはだいたいやっぱりセンター、サイド、まあ、横、さらにこう横、まあ、大体5本ぐらいのラインでつけていただけるといいかなと思いますね。反対側に少しコーミングしてあげながら、根元がもうすでに浮きやすいような状態を作るっていうのもやっぱり大事なので、全体をふんわりさせてあげたいので、やっぱり逆サイドにやっぱり根元を起こすようにという配慮はしてあげましょう。レイヤーをがっつり上から入れてボリュームを出さなくても、ケラブローがあればある程度お客様も自分でこう首をかしげながら乾かしていただけると、ボリューム出ますよってこう言いながら言うと、天板のこう何でしょうね、進めにもなるんじゃないかなって。あとはもう軽くこれをなぞるだけです。ブラシでもう本当にざっくり。気をつけなきゃいけないのは水分がないので、あまりつけすぎると今度はそこに集中的に固まってしまうので、少しお客様に言う時もちょっと離してやっていただくのが一番いいかなと思います。髪が硬い人は柔らかくなるんですけど、少し水分を
組ませてあげた方が髪が硬い人はいいかなと思います。ミルスタイルというものが入っているので、コテで巻いた時にツヤ感だったりとかパサつきっていうのがなくなるっていうのと、やっぱりしっかりと持続性が持つので、しっかりその辺をお客様に伝えていただけると、初心者の人でも多分10分ぐらいはあれば全然できてしまうので、そういった使い方もお客様にちゃんと進めながらサロンワークの中で生かす と、いいんじゃないかなと思います。ケラチンっていうと硬くなる、ごわつくイメージ、張り腰よりもなんかこう硬くなってごわついちゃうイメージがあるんですけど、どっちかというと柔らかいので、やっぱり髪が硬くてちょっとこうごわつく人も柔らかくなるし、逆にいい意味でそのケラチンがすごくこう柔らかくしなやかに、そして張り腰が出るので、自然にその難毛の人のリフトアップですね、トップの部分だったり、先ほどお見せしたように鉢回り、あとは毛先の整い、きれいに整うといった部分では、やっぱりその2つの幅広いところにピーポイントでいけるのと、さらに今持ってるものに対してその前に使えるっていう、やっぱりその日々 の、 その髪の毛のケア、化粧品と一緒で、お肌もそうですけど基礎化粧として1本あればいいっていうので、お客様のニーズにはやっぱり合ってるかなと思います。カラーであればやっぱりカラーのその色ツヤだったりアデっぽさがやっぱり綺麗に出るので全然問題ないと思います。毛先がこうゴワゴワしてまとまらないとか、こう今までこうやって綺麗にこう手でやってたこうウェーブが出たのに、なんかこうモハモハしてこう広がってこうなんかやりにくいっていうのも、お客様にこう聞いた感想だと、やっぱりそれをつけてやると収まる、カールがしっかり出るというよりは綺麗にその形状が、やっぱりケラチンなので張り腰が出るので、しっかりとしたウェーブというよりは形がちゃんとしっかり収まってやりやすいっていう風な意見もいただいているので、その辺でもこうお客様に勧めやすいのではないかなと思います。